どうも、キーチンエイバーです。おっしゃ、このバカ。タイタンクソドワーフだなというわけでですね、今回、マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。うわどうぞ。よろしくお願いします。ナイスミスミスター関、侮辱罪により、シュー聞こえねえよ、さ今回の都市伝説は、トラブルが絶えず続出しているマイナンバーカード、さらにマイナンバーが、中国に流出しているということが判明してしまったのね。というわけでですね、今回ですね、マイナンバー流出事件について触れていきたいと思います。2023年7月28日、現在の健康保険証を2024年秋に廃止し、マイナンバーカードと一体化する方針をめぐって、政府は保険証代わりに使える資格確認書の有効期限を見直す方向で検討に入っているというのね。確認書については、政府はこれまで有効期限は1年で、期限切れ後は更新手続きが必要と説明してきたのよ。岸田首相が来週にも表明する見通しなの。小渕さんじゃなかったっけ？ブッチーかよ確認書は2024年秋以降、一体化したマイナ保険証を持たない人が健康保険を受けられるようにするため発行するものだ。平成おじさんね。そうそうそう、オブリビオンブッチ呼び方ひどいそして自民党内から政府方針の見直しを求める声が出ていることを受けて、確認書の使い勝手を改善する必要があると判断したと見られている。マイナンバーカードをめぐっては相次ぐトラブルで国民の間に不安が広がっており、岸田首相は国民の不安への対応についてはこれからも丁寧な説明を尽くしたいとは強調している。そして2023年7月8日、マイナンバーに別人情報が紐付けられるトラブルが相次いだことを受けて、政府の第三者機関である個人情報保護委員会が近くデジタル庁に立ち入り検査を実施する方針だというのです。そして公金受取口座の誤登録をめぐっては、家族ではない別人の口座が登録されたり、自治体の支援窓口でのログアウト忘れにより同一口座が本人と別人に紐付けられてしまったとされてるのよ。そして問題はこれだけに済んでおらず、中国にマイナンバーと年金情報が大量流出していたことも判明してしまったのね。イエススパイじゃねえかそして日本年金機構は個人のデータ入力業務を池袋のあるデータ処理会社に委託しており、同社が中国大連市のデータ処理会社に再委託したため、そこから日本の厚生年金受給者の個人情報が中国のネット上に流出したというのよ。じゃあもう仕事がめんどくせえからあるよね、別の会社に任せたらそこが中国の会社だったっていうことですよ。これ本当にやばいぞ。グルービーン、はい、河野太郎と習近平合体後進品ドーン混ぜんじゃねえよそしてこんなにも問題が続出しているにもかかわらず、最大2万円分のポイント付与まで掲げ国民に推進していることに大きな疑問を感じるのよ。そして週刊誌の報道によると、推進している全衆院議員464人に対してマイナンバーカードを所持したかを確認したところ、大多数が回答を拒否しているのね。マイナカード普及の総責任者とも言うべき岸田首相や河野大臣、松本総務大臣をはじめとする自民の大物議員がいずれも回答拒否だったのよ。また浮き彫りになったのは、マイナカードを取得したものの保険証や銀行口座への紐付けを行っていない議員がかなり存在し、取得した議員に占めるその割合は 29.8% に上ってるのね。俺スリーブ入れてるよこれかかよそして議員の多くはいずれ紐付ける予定にしているとの回答が多く、セキュリティ面が不安でリスクを負いたくないという発言もしてるのね。そして時速900キロの速さで河野太郎さんが飛んでくる。潰れてんだなつまり国民には選択する余地も与えず混乱させているのに、彼らは堅くなに拒んでいるのよ。つまり彼らはマイナンバーに欠陥、そして本当の目的を知ってるからこそ紐付けをしていないのね。より始まったデジタル監視社会は、影のサミットリーダーバウ会議で会議されていた新世界秩序の布石であり、マイナンバー制度はそのためのシナリオなのよ。政府がここまで躍起になっているのは日本の意思ではなく外国勢力の意思なのね。我々日本人のデータが海外に売られまくっていても、あなたは今の日本に疑問を持たないのだろうかということなのよ。お前のナンバー決めてやるよ河野側かよえ、始まりました、馬面の都市伝説講座初級編。まあ自分以前原子力機構で働いてたんですけど、日本はほぼ確実に台湾有事に巻き込まれていくから、ね、DMM でしか本当に言えないからね。 DMM の皆さんこんにちは。